二次創作物とは原点となる創作物を利用して二次的に創作された独自の漫画、小説、フィギュアやポスター、カードなどの派生作品を指す。二次創作物に広く受け入れられ、かつ厳密な定義は存在しない。一般に二次創作物と呼ばれるものの例として以下が挙げられる。このように創作の元となる一次作品を持つことが、 共通項として挙げられる。しかし原作があっても、イラストのごく一部の色彩を少しだけ変えたものや、漫画を勝手に PDF として電子形態に変えただけのもののような、派生と感じられないものは二次創作物とは呼ばれない。一方で原作があり、派生をしている場合でも、俗称として公式作品と呼ばれるような、商業漫画の公式アニメや、 原曲作家とコラボレーションして作成したアレンジ曲は二次創作物とは呼称されない傾向にある。すなわち、一次作品が存在しそれを独創的に発展させたものでかつ原作者による監修を受けていないものが大まかに二次創作物と呼ばれている。原作者による監修を受ける公式アニメ化作品等はメディアミックスと呼ばれる。 また多少の改変は行っても、ほぼ原作そのものであるものは、デッドコピー、海賊版と呼ばれる。二次的著作物は、著作権法に定められた用語であり、二次創作物とは異なる概念である。例えば、漫画原作の公式アニメ化作品は、漫画を原著作物とする二次的著作物であるが、一方でこれは二次創作物とは通常呼ばれない。 著作権者の許諾を得ていない場合を仮定して、二次、創作物を作成した場合、次の著作権侵害となる可能性がある。原作の絵や構図について、トレース、機械による、コピーなどを行っている、いわゆる、パクリ同人誌は一に該当すると思われる。コラージュなどもこれに該当することとなる。また、 表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ新たな著作物を創作する行為は本案とみなされ原作の表現上の本質的な特徴が監督されることが侵害の要件となる。表現上の創作性がない部分において既存の著作物と同一性を有するに過ぎない場合には本案には当たらない。具体的表現から離れ抽象概念として 存在するキャラクターの著作物性は最高裁の判事で否定されている。しかし、キャラクターを表した絵は、美術の著作物に該当し、絵画の模写は著作権法上の複製に含まれるが、細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から、当該登場人物を描いたものであることを、知りうる絵を描いた場合は、原作の絵の複製権の侵害とされる。一方、 媒体が文章である場合は、キャラクターの性格や設定を利用しても著作権の侵害に当たらないとされる。ただし、前述の最高裁の判事では、登場人物の名称、役割、発想、設定、要望、性格等の特徴を同じくし、これに新たな筋書きを付する行為を本案としている。主に同人誌などにおける二次創作物は、 権利者の許可なくしては、販売が行えず著作権法違反となる可能性があるものの、一般的に許諾を取ることは行われていないとされる。しかし、著作権者が二次創作物について、刑事告訴ないし民事訴訟を行うことは、極めて少ない。これについてはといった理由が指摘されている。また、民法上での損害賠償の扱いは実損害。 文しか賠償されず、そのため著作権者が訴えるほどに赤字になる可能性があり、訴訟とならないことが多い。キャラクターグッズなどを無断複製して販売して、著作権侵害として逮捕されるケースが数多い。その他、以下のように、元々のキャラクターのイメージを既存する場合も、逮捕や賠償が命令される。著作権者の許諾があれば、 許諾の範囲内で二次創作物を作成する限りにおいて著作権侵害となることはない。公式サイトなどで、反復方法や性表現の有無など、一定の条件において二次創作を認めるガイドラインの提示を行っている法人や個人の著作権者もおり、ガイドラインに従って、権利者に認められた範囲内で利用する場合は、侵害にはならない。 個々に許諾申請を求める者も,もおり、許諾の条件として金銭を求める場合もある。クリエイターの収入に関する問題にも絡むことがあり、二次創作を広く認める立場であっても、何らかの利益の還元を必要とする意見がある。このように著作権については、様々な立場や考えなどがある。このような具体的な許諾を受けていなくても、 著作権者が二次創作物を法的手段で規制しようとせず、黙認の姿勢を示すことがある。また、一部の出版社は公式ウェブサイトにおいて二次創作を含む著作物仕様が著作権侵害に当たることを明記しつつ、ツイッターなどにおいて健全なファン活動は規制しないと説明している。また、古典作品などをはじめとしたパブリックドメインに属する。 著作物など著作権フリーの者のは、権利を保持する者がいないため許諾を求めることもできず、許諾を必要としない。ただし著作者人格権については著作者が損しなく、なった後においても、侵害となるべき行為をしてはならない。赤松健も漫画作品有給ホルダーのタイトルロゴの左下に配置された導入マーク。本作が、初の採用例2013年。 二次、創作動入試作成や、動認誌即売会での無断配布を、有償無償問わず原作者が許可する意思を示すための、動入マークという、新たなライセンスが、コモンズスフィアによって公開された。これは艦隊併用戦略的経済、連携協定交渉で著作権侵害が、 非信国罪化される可能性が言及され、実際に非信国罪化された場合に、第三者による告発などで、権利者が黙認したいケースでも訴訟に発展するなどの事態を防ぐことを目的に、漫画家の赤松健が発案したライセンスであり、赤松自身の漫画作品で、週刊少年マガジン2013年39号より、連載開始の有給ホルダーで採用されている。 2018年には TPP 関連法案国会審議に基づく同法の改正案が可決成立し、非申国在化規定が TPP11 協定発行日である2018年12月30日から施行されることが決定した。弁理志士の大沼和子は二次創作物をコミックマーケット等で販売する行為は対価を得る目的、原作のまま。 権利者の利益が不当に害されるという要件を満たさない場合が多いことから対象にならない可能性が高いとしている。二次創作物をブログに投稿する行為も原作のままではないため、非申国罪の対象にならないとしている。例外だが、カードアースなど一部のコンピューターゲームは二次創作物が存在しなければ作品そのものが正常に機能することがない。 二次創作の健全な活発化を目的として、原著作権者によって二次創作物の創作と利用に関するライセンスガイドラインがしばしば設定される。これらのライセンスでは利用者に対し二次創作物の創作、利用を一定の範囲内で非独占的に許諾することが多い。具体的には例えば、二次創作者に対して自身による二次創作物の作成。 複製、公開を許諾し、また二次創作物のタイトル、解説における、原著作物名称の利用の許諾が行われる。ABC、1から二次創作ガイドライン by 1から、株式会社 ABC、絆愛キャラクター利用規約、by アクティブ8株式会社 AB、二次、創作ガイドライン by 上椿スタジオハット AB、姫ひな創作ガイドライン by 田中公務店。 AB、二次的創作ライセンス規約バイカバー株式、会社 AB、電脳少女 YouTuber ーー素人、アイドル部と、メリーミルクライセンス規約、バイカブ式会社アップランドハット AB、774インク、所属タレント二次創作ガイドラインバイ774インク。ありがとうございます。